ればいいんですかというようなことを、聞かれてます。現地での注意点なんでしょうかと。まあ、アパート自体がそもそも注意点というかですね、やめた方がいいと基本的に思ってるんですよね。セキュリティの面、まあ、行動パターンが読まれやすい。あと、コンドミニアムのようにガードマンがいつもいるわけではないということで、僕も住んだことあるんですけど、まあ、相場について一応ですね、聞かれたりもするんですけど、僕は基本的にお勧めしないでコンドミニアムに住みましょうと言ってます。一戸建てとアパートは基本的にやめましょうと。まあ、フィリピンもですね、そんなに犯罪が実はイメージほどないんですよね。普通にトラブルに巻き込まれたりしなければないんですけれども、やっぱりですね、日本人は目立つっていうところで、やっぱり、まあ、肌の色が違ってたりとかですね、まあ、中国人、韓国人と間違われたりはするんですけども、やっぱり目立ちますし、いまだにお金があると思われているので、やっぱりアパートは安全面の点でもやめましょう。で、アパートを借りたいんだけれどもって、やっぱり声がそれでもあります。値段の相場どれぐらいですかと。僕が住んでた